はいどうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。昨日の動画でも言いましたけど、このゲームね4年8ヶ月続いているんですよ。一番最初のエイペックスのキャラクター選択画面ご存知ですか？最近始めた人は知らないかもしれませんが、これです。6人しかいないんですよ。ミラーチとコースティックは課金キャラなんで、それを入れてもたったの8人です。で、昨日そういう話をしたんで、ふとね、今まで YouTube に投稿した APEX の動画を見返してみたんですよ。そしたら、どうやら、このチャンネル APEX の動画をね、1716本ね、投稿していたんですよ。まあ、ショートとかも含めるんですけど、ずいぶんね、投稿してきたなと思いまして、ちなみに一番最初の動画が、話題の新作バトルは APEX レジェンズをプレイすべきではない3つの理由っていうね、まあ、これは時間が解けるからプレイするなっていう、こう逆張り動画ですね。で、次の動画が、分身術、課金キャラ、ミラージュなら呪でも優勝できる説って、まあ、時代を感じますね。で、次の動画が、発売5日足らずで早くも最強武器が決定してしまうわらわら。これね、スピットファイルの動画ですね。この頃のスピファはね、一発20ダメージでめっちゃ強かったですよね。はい、てなわけで、随分リリースから時間が経ったなと感じたんですが、今のキャラクター数、当初の8人からたくさん増えて24人と格ゲー並みのね人数になっているわけですよ。リリース当初からねプレイしている人にとっては当然ねゆっくり増えたんで受け入れやすいかなと思うんですが、久々にねプレイした人にはねなかなか受け入れられないでしょうね。キャラがいすぎてわけわかめ状態だと思います。ってなわけで、最近のエペックスでは新シーズンに新キャラが出ないなんてこともあるんですよ。例えばシーズン16では新レジェンドは出ませんでした。その代わりレジェンドの大規模アップデや追加パッシブ、まあ、あのスカーミッシャーとかねサポートとかリコンとかね、まあ、そういうのが追加されるっていう調整でしたよね。そして今シーズンは新レジェンドは出ずにレブラントのリワークという形が取られました。能力がガラッと変わったんで新レジェンドみたいなもんですけど、キャラ自体は増えてないですよね。というわけでキャラが増えすぎたので新システムとかリワークっていう形が取られることが増えてきたわけです。そんな中どうやら他のキャラクターのリワークが噂されてるようです。そのキャラクターはライフラインですね。実は今回の最新アップデでプログラムにとあるソースコードが追加されておりまして、それがこちらのライフライングライドメーターというものですね。グライドという言葉は滑走する、滑空する、静かに動くといった意味がありますので、ライフライン滑空メーターみたいなメーターが今後追加されることを示唆しているわけですよ。例えばその場でドローン出すと体力が削れている味方に向かってビュンと移動して回復してくれるみたいな、もしかしたらライフライン自身が操作するかもしれませんけれども、まあ、そんな能力かもしれませんね。ただそれだけやとしたらリワークではないですよね。どちらかというと微強化って感じですね。じゃあリワークって話はどこから来たのっていうと、今回のレブラントのリワークとかサブマシンガーの弱体化などをいち早く言い当てた方がシーズン22にライフラインのリワークが到来するとほのめかしたんですね。ライフラインリボーンが来ると。シーズン22となると、まあ、1年後ぐらいですので、まだまだですけど、ライフラインがガラッと変わる可能性があるんで、これは結構楽しみですよね。とはいえ、ライフラインって今までのアップデで、リワークに近い変更はありましたよね。例えば昔は、ニューキャッスルみたいに盾を出して高速に蘇生するっていうパッシブやったんですけど、今は同時に2人蘇生しながら戦えるっていう能力になってるし、他にも昔は回復が 25% 速くなるっていうね、もう最強パッシブがありました。まあ、これでも結構な変更点があったかなと思うんですが、今回はリワークって言われてますから、それ以上の変更が来るということでしょうか。レブラントは戦術とウルトががっつり変わったんで、ライフラインも戦術とウルトががっつり変わるでしょうかね。先ほどドローンに関するソースコードが追加されたって言ったので、まあ、ドローンを使うという点は変わらないかもしれませんが、ドローンの能力自体が変わるかもしれませんね。例えば味方のシールドを回復するとかね、これは強すぎるか。で、ウルトも変わるならケアパケという仕組みが削除される可能性もありますよね。これは憶測の範囲を出ませんが、また何かね情報が来ましたらお話します。さて、こっからはライフラインのランク動画になるんですけど、今シーズン実はライフラインがちょっと相性がいいんですよ。特に強化とかはされていないんですけど、実質強化といっても過言ではないアップデがシーズン18に入っています。それはアーマーに関するアップデートです。パッチノートをきちんと読んでいないあなたは気づいていないと思いますが、実は今シーズン青アーマーと紫アーマーのドロップ率が 30% も減少しています。かなり手に入りづらいんですよ。皆さん気づいてましたか？最近ランクやってて敵のアーマーなんかレベル1とか終盤やのにレベル2どころ
こと多いなって思いません？そうなんですよ。実はね、今ドロップしづらいんですよね。あとさらに進化シールドの進化ポイントも減ってます。白から青に進化するのに昔は150ポイントだったのが今は200ポイントになってます。だから前シーズンより皆さんのシールドが確実に弱いんです。つまり今ライフラインのウルトがちょっと強いんですよ。ライフラインのウルトは今味方が装備しているアーマーの1個レベル上のアーマーを絶対に出してくれます。つまり序盤から有利に戦闘を進められるんですね。もちろんファイトをガンガンする方とかスナイパーが得意ですって方はそれに頼らなくてもいいですけど、今ライフラインは3分半でウルトが溜まって、しかもケアパキが落ちてくるスピードもシーズン16で強化されてるんで、無駄な戦闘を避けつつ、しかもアーマーだけをしっかりと強いという状況が作れるんですよ。例えばレプリケーターがあるところに降りてアーマーを1段階全員強化すればケアパケで 100% 紫アーマーが出ます。他のチームはアーマーが手に入らず白のままか青アーマー、これかなり有利です。というわけで今ライフライン初心者向けキャラっていう枠を超えてかなり現環境とマッチするねキャラクターなんで、ぜひね使ってみてほしいかなと思っております。というわけでライフラインでセンチネルメインにねランクやっていきましょう。本編どうぞ。いきまーす。まあ抜けますか。そうっすね、抜けていいな。ニュー4パか、なんか楽しいな。ランクマなんかちょうどいいんだけど、マジでランクマ楽しいね。441度のフロー左打ってるってことこれ。回復中。打ってるっすね。見えないっす。打ってるけどアンチーフだから、ちょっとされたら僕らしんどい。こっから展開する？アンチ移動。チャンスだ。おお。俺じゃあここの家取っとくけど一応。オッケー。ナイス。発殺。敵を仕留めた。割れてるバンガも。あと30秒ね。はい。一回マーケから回ってもいいんじゃない？したら。もう行くか。17秒だし。リロード中よ。いやどうしよう。クッソ遠い、なんか気抜いてるやつおらん？ここ来るよ。ここに79、150、150。やった一人より。ナイス。そこね、扉入れなくしているように、あ、後ろ後ろ、ベッパ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 、マジ。いやーやばい、ネメシスうまい、こいつネメシスうまい、やめてー、ほんとにやめてー。何このスモーク、実はそれ敵のスモーク。待って待ってる、カットしたいっすね。ね、待って、レイス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 ゲート、レイスゲート、下行くわ俺。あ、これやっとる、絶対やっとる、レイスやろこれ。あー、こいつ強いんやけど、普通に。え、こいつレベル1までこんなに消えてきた。あ、あとそれポータル行った、ポータル行った、ポータル行った。これ普通に中いる、中いる、これポータルが俺どっか分からんのよね。家の中、家の中、家の中。何人？2人？3人、3人、3人、3人。3人？くつくね。うん、しんど。バンテージじゃないですか。いや、もうしんど。奥のみんなが別パがめんどいな。あ、ごめん、下俺死ぬ。バンテージ。やったやった。あー、それ。起こす起こす起こす。終わった終わった。え、強ー。よかったよかったよかった。あー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。頑張った。ねえ、わからん。見えへんけど、ようわからんから、まあ、どうぞ行くわ。これ車線切れるよ。来てる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 。ニューキャッスルやると。一人やった一人やった。目の前目の前。これ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 。家の機械。あ、ごめん、それアクセ投げちゃった俺。いや。それちょっとそれちょっと。下やってくる下やってくる俺。はーい。回復したい俺でも。あれ下どっか分からん。やっぱバンガルド食らって俺動けんかっちゃった。アンチ行きたいっすね。いや真っ暗だ。俺の下？あ、上かこれ。いや車線えぐい車線えぐい。トラにいる。トラックドラトラックドラ。それあーマジロマジロカタリスト。カタリスト？やった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 。一旦起こすけどこれ。愛しないわ俺。あ違う違う。あ歩けるかな。やばいから。いける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 。あぶね取れるかと思った。ナイスナイス。もっと上行くわ。はい。いや今だな、今しか行けない気がする。今しかないぜ。ここからかね。はい、ここ撃たれんで。オッケー。ナ
入るよ、とりあえず。はいよ。なんか取れそうっすね。あ、ちょっともう一回開けますよ、これ。はい。上何人やろね。3人。え、クラウド、さっき新品になった。撃たれるわ、これ。目の前。待てた、88。レブロー。閉めるね。レブロー、マジか、はい。もう一回開けていい？後ろ蹴ってる、後ろ蹴ってる、後ろ蹴ってる。あ、回った、パス。あ、こいつら、あ、待った、これやろう。あ、上行ったかも、クソ、ダメだ。プライズのウルトってあんの？あるある。それに合わせて、上のパーティー潰すじゃない。もう今のうちにやっときたいっすね、これ。残り30秒、リングが閉じる。動作開始、ガンガン撃つわよ。注意。爆発してから行った方がいい、それとも巻き込まれながら行った方がいい。ウルト入ったらもう確認しなくてからいい。入ってめっちゃ入ってめっちゃ入ってスモークなってほしい。割れてる。レブあレブどう。あごめん、ちょっと死んでるかも。最悪打ち上げてしまった。レブたち、車線切りケアパッケージです。バッテリー無限にあるけど120ライフライン。132番が割れてる、割れてる。パス、やった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 。ナイス。下来ない？来ないと思う。はい、下来ないんかい。起こされてる、起こされてる。もう一回やった、もう一回やった。あれプライズドローン、プライズドローンある。まだ押されるライフライン150、ライフライン150。体力ないわ俺、前伝え。いや、プロバリケードあるんだ。いや、中やるこれ。左にパスいるからね。オッケー、左の下に、下にパスいる、左の下ね。はい、ライフラインもいた。アンチがいる、まだ。いや、これ無理だ、バンガルト。パズロー、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 これあと、あと、バンガも後ろ。ナイスナイスナイス。レブルト。いやでもないないない、レブルト。俺張ってる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 。あーどんまい。ラストワンだ。ラストワンだ。マジか、めっちゃ惜しかった。惜しい。バンガウルトで死んじゃった。オーマイガー。